YouTuber プレゼンツ、あれこの人知ってる YouTuber 知名度調査。はい、ということでどうもゆぴーです。どうもゆぴーです。今回はですね、ウェブネットワークに所属している YouTuber さんに、はい、じゃあお越しいただいて、なんと YouTuber の知名度調査をしていただくという企画になっております。今回参加していただく YouTuber なんですけれども、まずこちらの方、相模マックさんでございます。どうも相模マックさん、なんか一言あれば。一言、ゆきさんのために来てみました。そのためです。はい、そしてはけていただいていいですか。はい、はけていただいていいです。次の方は、ピーハラくん。ピーハラくん、ピーハラプロダクションのピーハラと申します。よろしくお願いします。こじかるさんです。どうもこじかるです。はい、次はですね、皆さんお待ちかね、こう一点、女の子大好きですからね、皆さん。はい、皆さん、日向ゆいちゃんです。いいね、いいね、どうも、日向ゆいです。かわいい、かわいい。最後の YouTuber 紹介します。こちらの方、わっしょい、呼んでもらう。わっしょい、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 わっしょい。売れない芸人って感じです。売れない芸人って感じ。ネタ担当なんで、はい、よろしくお願いします。本日、YouTuber の知名度調査、YouTuber ババン、ヒカキンさん、はじめしゃちょーさん、瀬戸康史さん。ヒカキンさんはね、老若男女と知ってるかと思います。はじめしゃちょーはどうですか。もうはじめしゃちょーはね、もう若い、もう若い世代、若い世代がやっぱ JK とかね、好きそうだね、人気です。ネタ系でもうイケメンですからね。瀬戸康史さん、瀬戸さんはね、面白いね、とにかく面白い。はい、ということで、この3人をですね、今回は知名度調査していきたいというふうに思います。で、今回はですね、渋谷チームと原宿チームに分かれまして行います。はい、こちらが、渋谷チームでございます。わっしょいわっしょい。そして僕たちが原宿チームでございます。まあ、ルールとしては30人の方に聞いていただきます。で、30人中何人それぞれ知ってるのかというのを今回調べてもらいます。いいでしょうか。はい、はい、渋谷チームの模様はですね、わっしょいのチャンネルの方で動画上げてもらうんで、ぜひ概要欄の方から飛んでください。では、行きましょう。行きましょう。行きましょう。はい、ということで、今から竹下通りの方にね、向かいたいというふうに思います。入りました。結構若者が多いですからね。そうです。そう、多いです。カメラさん、いいですか、こう。ですよ。この人の多さを。人が、とにかく多い。やっぱ、YouTube の食いつきもやっぱありますよね。そうです。視線がね、もう。YouTuber じゃねみたいな。そう。ヒカキンさんじゃねえ。ヒカキンさんじゃね的なの。友達がね、知ってるっていう YouTuber、知ってます。はじめ社長、はじめ社長、知ってます。おお、じゃあこれをペット赤シールを、赤シールを、赤シールを知ってるところに貼っていただきたいですね。この下のところに。ペタッと。あ、ありがとうございます。洗いました。どっちか知りますか、ヒカキンさんか瀬戸さんか。違う、知らないですけど。はじめ社長だけ知ってるということで、はい、はい、ありがとうございました。この中で知ってますっていう YouTuber、 知ってます、知ってます、知ってます。おお、全員知ってます。皆さん知ってます。え、動画も全員見てますか。全員登録してます。おお、素晴らしい。若干誠に似てない。似てる、似てる、誠に似てます。前にコメントされる、言われますよね。いや、なんで Do you know someone?Here. Yeah, I do. Yeah, I know Hikaki. Oh, really? Yeah, yeah. What about them? No, no idea. There you go. Alright, there you go. Thank you. Thank you. Thank you. Hikaki-san, you know Hikaki? 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 Hikaki?知ってますか。社長知ってて、ヒカキン知らないってパターンもある。あるね、結構。ヒカキンさん知りません。あー、知らない。面白い。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい好きなんですよ。あ、そうなんですか。あー。なんか、マホトさんかと思って。本日2度目。本日2度目、マホトと似てる。すごい、そう。ありがとうございます。まだまだ続くぜ。じゃあ、この辺にしますか。間違う。それは違う？違った？完全狙ってるよ。ちょっとステマ感ある。下着。ステマ感。あれ？ステマ感。この中で知ってる YouTuber ありますか？ヒカキンとはじめ社長です。瀬戸さんが泣いてますよ。瀬戸さん知って
る人いますか？あ、全員してますか？全員してる。二人とも全員してる。ヒカキンだけ。ヒカキンだけ。ぜひこのお二方も見てください。その中で知ってる YouTuber いますか？ヒカキン TV 知ってます。知ってますか？ヒカキンさん。知ってますか？後日は YouTube にアップする話とか。あ、マジですか？大丈夫ですか？イエーイ。ありがとうございます。YouTube で活動してる方ごめんなさい。知っている YouTuber いますか？っていうやつなんですか？いません。ヒカキンさん知ってます？モンスト。あ、モンスト。ヒカキンゲームズの方だね。ゲームズさ、その中で知っている YouTuber いますか？っていう企画やってるんですけど、いますか？全員知ってますか？はい、おー、すごい。本当ですか？伊藤さんも見てあげてください。超面白いけど。伊藤さん面白い。マジで。はい、はい、行きます。じゃあ、今インタビューしてて、コロナ禍で知っている人いますか？才能知ってる。素晴らしい。素晴らしい。一番好きな YouTuber。瀬戸さん。瀬戸さん。どうぞ。おー喜んでらっしゃる。この二人は。この二人は聞いてる。動画見たことは？いや、これは見たことない。これこれはね。この方は見たことない。この中に知ってる YouTuber いますか？知らないです。知らないですか？聞いたことない。動画は見たことはないですか？まだまだ見てね。ぽよん。Hey, what's up? ゆーぴーです。髪の毛を気にしてるゆーぴーです。みんな見てま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 す。ね、頑張って。 Thank you。 私 YouTube ある。本当に？その中に知っている人いますか？ヒカキン。多分こっち。瀬戸さん見たことあります？ちょっとちょっと。その中で知っている YouTuber いますか？あります。おお、はい、どなたですか？どなたでしょう？はじめ社長。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 大好き。大好き。ヒカキンも知ってます。知ってますか？ヒカキン。知ってる。はじめです。あ、全員知ってる。はじめ社長知らない。知ってる。これってユーチューバーでしょ？はい、ということで、二チームとも自分の調査終わりました。終わりました。じゃあ早速結果を。見ていきたいというふうに思います。じゃあどうちにしましょう。はい、いきますよ。ババンブンブン。おお、でもいい感じですか？同じくらい。じゃあちょっとヒカキンさんの方から見ていいですか？ヒカキンさん32。32。はじめ社長22。22。瀬戸浩二さん8。8っていう、あのちょっとね、人数がここ32っていうのはちょっと35人に変更したんですよ。ちょっと多くなりすぎて35人中の32ということで、まあ、こんな感じの、ね、こういう感じですね。はい、で僕の方がですね、同じくヒカキンさん32でございます。そしてしはじめ社長が26、うん、そして瀬戸浩二さんが14ということで、おまあこう全体の傾向としては同じ感じですね。はい、どうでしたか皆さん。まあ、楽しませていただきました。皆さんの好きな YouTuber さんはどうだったでしょうかということで、はい、終わりにしたいというふうに思います。はい、ということでウームネットワーク YouTuber プレゼンツ、知名度調査終わりたいというふうに思います。ありがとう。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。この動画のチャンネルを登録したい方はこちらのボタンから、ゲーム実況なんかやってるサブチャンネルを登録したい方はこちらのボタンから登録してね。そしてユーピーの新作の T シャツ出たよ、買ってね。どうも。